モルモン教神殿は、末日聖徒、イエス・キリスト教会により死者のためのバプテスマや、モルモン教徒の結婚式が行われている聖地である。世界で最初に建てられた神殿は、アメリカ合衆国オハイオ州令区群のカートランド神殿である。2016年現在、45カ国に149カ所のモルモン教神殿があり、そのうち日本では、東京、福岡、 札幌の3カ所に神殿がある。日本東京神殿が建てられたのは1980年で、初めてアジアで建てられた神殿である。日本に神殿がまだなかった頃、日本のモルモン教徒たちは、ハワイ州の神殿まで行っていた。2000年に、福岡県に神殿が建てられてからは、九州地方、四国地方、中国地方のモルモン教徒は、福岡神殿に行くことになった。また、 2016年北海道に神殿が建てられてからは、北海道地方、東北地方のモルモン教徒は札幌神殿へ行けるようになった。モルモン教神殿での結婚式は他の結婚式と異なっていて、バージンロードは存在していない。なお、死者のためのバプテスマとは12歳以上の教会員たちが行う儀式であり、この儀式を受けるためには、 地元の教会の監督内市ビショップとの面接と許可が必要となる。は、州長所在地の神殿モルモン教の老眼神殿は、州長所在地の神殿は、首都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 の神殿ナイジェリアにある、ナイジェリアアバ神殿。ありがとうございます。